皆さんこんにちは。今回も剣盾ランクマッチ、やっていきますよ。というわけでなるみさん、対戦よろしくお願いします。この動画を撮影しているのは9月30日、つまり、ランクがリセットされる直前の日となっています。こういう日じゃないと思いっきり遊べないので、以前からやりたいと思っていたことに、チャレンジしていこうと思います。今回のメインは、明らかにおかしな持ち物を持っている、つぼつぼ選手ですね。デリバードを餌に視聴者からサクオッと間違えた、いただいたポケモンです。相手の初手は、アーマーガーですね。こちらの戦法はドータくん、相性的には悪くないので、挑発さえ打たれなければ、やりたいことができそうです。やりたいことをやるにあたって、負けの数が10個くらい増えちゃいましたが、最終日だしええやろという感じです。ひとまずサイコフィールドをして、先制技が打てない状態。はい、そら持ってるわな。アーマーガーといえば挑発みたいなところがありますしね。うすうすわかってはいましたが、あわよくばで打ったので、しょうがないですね。このままではドータくんを罪の起点にされてしまうので、引っ込めましょうかね。なんとかするロス。このネタはいろいろと危ねえからやめとくか。さて、相手のアーマーガーはビルドアップ。これはブレバが飛んできてもおかしくないパターンのやつですね。サクッとカイロス選手に直近してもらって、振り出しに戻したいところです。本当に有能やな。運ゲーは私に任せなさい。3割を引くことは、いともたやすいですね。一番引いてほしいタイミングで、引いてくれましたね。一発で引いてもらわないと、ブレバを食らって悲惨なことになっていたでしょうからね。さーて、どうしましょうかね。正直相性的には全く良くないんですが、ドータくんに引っ込めても状況が良くなるわけじゃないので、カイロスにダイマックスを切って、ダイロックでゴリ押しましょうかね。本当はダイマックスを、ツボツボに切りたいんですけどもね。勝手いなおい。絶対お盆持ちだろこれ。知ってた。さすがにワンパンは無理だとしても、弱点をついているわけですし、もう少し削っててもおかしくないですからね。ちなみに HP ぶりの場合、乱数ですが、ヒートロトムをワンパンできる可能性があるみたいです。結果論ですが、どうせ落とせないのなら、一発目はダイナックルをしておけばよかったですね。新しく作ったポケモンは、何度か使ってみないとダメージ感がわからないというのが、難しいところです。強い人はダメージ計算をしながら、耐える耐えないをするんだと思うんですが、私はやりながら体感で覚えるタイプです。出やがったな。最近マジで、アシレイヌしか見ないんですが、10人中9人くらいは、アシレイヌを入れているような気がします。タイプが優秀すぎて、普通にしんどいんですよね。パッチラゴンが流行している方が、まだマシだと思います。せめてフェアリータイプは、虫タイプが弱点にするべきですよね。このゲーム、致命的に虫技の通りが悪いですからね。まあこんなもんですわな。何も有効打がなかったので、ダイワームで特攻を下げて、後続に託す感じでいきたいと思います。もう少しやりようがあったような気もしないでもないですが、カイロスは十分に仕事をしてくれたんじゃないでしょ。普通に耐えたわ。特攻をダウンさせて直帰を持たせれば、苦手な特殊技も怖くないということですね。これはダイマックスターンを枯らす感じで、いいですかね。引っ込めてギロチンでワンチャンを狙うのも手ではあるんですが、中途半端に削って、激流悪事とかで普通に落ちかねない HP だと思うので、素直に切りたいと思います。ひとまず残りの手持ちでやれることは一つしかないので、ドータくんから出していきましょうかね。ひたすらに準備を整えて、ツボツボに託す戦法で行くしかありません。全然ダメージが通らんな。特攻が一段階下がっているとはいえ、雨が降ってるんですけどもね。最近これしか見ない、瞑想を積んでくるタイプのやつなんでしょうね。あれって、技構成どうなってるんでしょう。瞑想とお高のアリアとフェアリー技、あとはアクジェとかを持っている感じですかね。あるいはアクジェを切って、身代わりとかを仕込んでる面倒なやつでしょうか。ひとまず当然のように、瞑想を積んできましたね。その隙にトリックルームをして素早さを楽天し、つぼつぼに繋ぐしかありません。
ひとまずトリックルームは起動したので、あとは徹底抗戦を打って、退場しましょうかね。まだ HP が半分以上あるので、ぜひともアシレイヌさんに殴ってもらってやられてほしいんですが、どうなるでしょう。ドータ君の退場でもたもたしてたら、トリルがどんどん消化されちゃいますからね。あかん。流れとしては、非常に良くないですね。次のターンで退場はできますが、つぼつぼに残された猶予は、そう多くないです。当てないで退場かよ。せめて当ててくれ。うわぁ、出た出た、一番最悪なやつですわこれは。このタイプのアシレイヌって、悪ジェを搭載する余裕はないんですかね。サイコフィールドをする必要、なかったかもしれんな。どう見ても完全にこの試合は負けですが、せめてうちのツボツボが何をしたいのかだけは、この試合で見せたいと思います。ひとまず勝つためにはこれをするしかないので、パワートリックをします。これによりツボツボは、中ポケドサイドンの 1.5 倍の火力が出るようになるわけですね。どうです？面白そうでしょう？ドサイドンの約 1.5 倍の火力を持つ中ポケが、弱点保険でさらに攻撃力が2倍になるのです。どう見ても中ポケですわこれは。決まるとは言ってない。この場面、ストーンエッジではなくロックブラストであれば、ワンチャン楽天勝ちが起こっていたかもしれないですね。というわけで次の試合からは、ストーンエッジをロックブラストに変更していきます。身代わりをされると、辛い方ですからね。実際に使ってみると、弱点が分かってくる感じです。というわけで、対戦ありがとうございました。まあ、勝てないですわな。私も勝てると思ってないですからね。どうしても一度やってみたかったことで、どの程度いけるのかを知りたい感じです。さて、お次の対戦です。マルボンさん、対戦よろしくお願いします。相手のパーティーは、アイアント、キューコン、コーリッポ、ボットです。ストライク、マリルリですね。マリルリが先制技持ち、ストライクももしかしたら先制技を持っている可能性があるので、サイコフィールドは必要でしょうね。ツボツボを生かすために、相手のパーティーをよく見て、先制技持ちがいるのかどうかを確かめるという、謎の状態が起こっていますね。ひとまずドータ君ツボツボは確定として、あとはこれももらいものの、二段ギルを出しておきましょうかね。相性的にはそこまで悪くなさそうですしね。相手の初手は、キューコンですね。相性は全く悪くないので、キューコンを起点にして、サイコフィールドとトリルを起動しましょう。ステルスロックも負けそうなので、ステルスロックもやっちゃいましょう。ステルスロックは相手の気合のタスキを潰せる、貴重な技ですからね。初手はお互い、やりたいことをやった感じですね。ラスターカノンでも持っていれば、普通にぶっ放してもいい状況でしたが、あいにくそんな技は持ち合わせていないですからね。このドータ君は完全に、生贄ですからね。ツボツボを生かすためだけに作っています。あ、そらそうなるわな。冷静に考えたら、持ってないわけがないですわな。やりたいことをやろうとすると、相手の思い通りになっちゃいますね。難しいですね。ひとまずこのままではドータ君が使い物にならんので、引っ込めたいと思います。トリルを起動していない状態でツボツボを出すのはあまりにも無謀ですし、何よりあられのせいで頑丈が潰されてしまうので、ここは二段ギルを出したいと思います。相性としては、悪いんだか悪くないんだかがよくわからない状況ですね。進化の奇跡を持たせているので、ワンパンされることはないと思うんですが、こちらからもワンパンは難しい状況ですからね。相手の方、なかなか強気ですね。まあ、壁があるというのもあって、強気に動いている感じなんでしょう。まあ、壁があるとこんな感じですわな。このポットです。止められないかもしれんな。ツボツボに期待するしかない。なんやそれは、保守的すぎんか？殻を破ってるんだから、もう少し強気に攻めてきてもいいのでは？私、このままポットですに3立てされるのかと思ってたぞ。まあ、こちらとしてはやられずに済んでありがたい状態なので、いいんですけどもね。引っ込んでったわ。何しに出てきたんでしょうか。よくわかりません。
これは無能。やっちゃいかんやつですね。失礼失礼。なんか、敵がサイコフィールドをしてきた時は割と覚えているんですが、自分から無茶苦茶な使い方をしていると、なんとなく記憶から抜け落ちちゃうんですよね。そういうことにしておいてください。進化の奇跡を持ってても、さすがに耐えないか。ワンチャンギリギリ耐えて、ダイマックスターンを2ターン消費してくれんかなと思ってたんですけどもね。張り切りダイマックスアイアントの火力を過小評価してたわ。全くさっきと同じ状況ですが、私の勝ち筋はツボツボしかないので、まずは同タ組んで、起点作りをしたいと思います。アイアントはやったぜ。相手の方、それはいくらなんでも強気すぎんか？まあ、仮にダイワームを打ったとしても、ワンパンはできていないのかもしれないですけどもね。ダイアースでワンパンする方にかけた感じでしょうか。そもそも、ダイワームを持っていない可能性すらありますからね。相手の手持ちはすべて割れており、キューコンがワンチャン氷のつぶてを持っている可能性もありますが、その可能性は捨てて戦うしかありません。というわけでドータ君が変に生き残られても、トリックルームターンを消耗するだけなので、徹底抗戦を打って、相手が倒しやすい状況にしたいと思います。オケオケ。ドータ君は、無事最短で処理できましたね。あとは何かしらの奇跡が起こってくれることを、祈るしかありません。私にできることは何かが起こることを祈る。それだけや。本来のツボツボであれば、ここから殻を破るをしまくって、耐えながら勝つ戦法でしょう。だがうちのツボツボは、アタッカーとして、ここから3立てしてくれるに違いないですね。まずはパワートリックで、攻撃と防御を入れ替えていきます。これでアイアントから悲惨なダメージを食らいますが、頑丈で生き残しをする算段です。素晴らしいぞ。マジでまだわからんかもしれんぞこれは。攻撃を食らって弱点保険を起動するパターンも面白いですが、頑丈を残せたというのは、だいぶ大きいです。というわけで、ツボツボにダイマックスを切っていきましょう。世にも珍しいツボツボのダイマックスなので、ねっとり流してみますかね。アイアントを落とせるのかが一番心配でしたが、しっかりと落としてくれましたね。正直ダイナックルでも打とうかとか思ったりもしましたが、アイアントの物理耐久を舐めてはいけないですからね。お次は、キューコンが出てきましたね。ここも第6区で、ワンパンしに行きましょう。パワートリックは、入れ替えるのは攻撃と防御だけで、特防は入れ替わらないというのがミソですね。相手の物理アタッカー相手には非常に苦しいですが、特殊型を相手にする分には、割と決まるのかもしれませんね。よすよす。そらワンパンですわな。あとはポットですをしばくだけですね。ツボツボが真っ向勝負で3立てをする瞬間が、見られるかもしれんな。ツボツボを生かすためのこの戦法ですが、欠点としては、トリックルームが、ダイマックスターンが切れる前に、切れてしまうということですね。これが正直、割と致命的です。あとはもう、なるようにしかならないという感じで行くしかありません。まあ、そらそうですわな。この状態のツボツボを倒すことなどポットデスにはできないでしょうし、力を吸い取るしかないでしょう。この状態から持っていければ、大したもんだと思います。やったぜ。これは気持ちええわ。ということで砂ダメージでタスキも貫通し、無実ボツボで3立てすることができました。よかったよかった。本当に何もかもうまいこと噛み合って、張り切りを避けたりしないと3立ては厳しいというのが、よくわかりましたね。やっぱりロマンの枠を出ないというのが正直な感想です。真似をしてみてもいいですが、順位はおそらく4、5万位くらい落ちると思いますよ。